国連 WFP 日本事務所代表のヤキヤナオエです。本日はこの場をお借りして国連 WFP の主な活動を紹介いたします。国連 WFP は世界最大の人道支援機関で食料支援をメインの活動とした団体です。飢餓をゼロにすることを使命としており、毎年80カ国以上で約1億人に食料支援をしています。 現場主義が特徴的で、約90%の職員が食料支援の現場で勤務しています。今年、国連 WFP はノーベル平和賞を受賞いたしましたが、ノーベル賞委員会は、今回の国連 WFP の受賞理由を、飢餓と戦い、紛争地域での食料安全保障に貢献し、飢餓が戦争の武器として利用されることを防ぐ、 重要な役割を果たしたことと発表しています我々は日本からも支援をいただいており今回の受賞は日本の皆様のご支援なしでは実現しませんでしたこの場を借りて心よりお礼を申し上げます私は約20年間国連 WFP のブータン、スリランカ、シエラ・レオネ、ミャンマーなどで働いてきました 今回のノーベル平和賞の受賞は世界中で飢餓に苦しむ人々にスポットライトを当てるもので新型コロナウイルス感染症の影響で加速する食糧不安により飢餓パンデミックが引き起こされる瀬戸際であると警鐘を鳴らす機会になったのではないかと思いますここで簡単に国連 WFP の活動紹介ビデオをご覧ください いいただいただ動画にもありましたが国連が飛行機を使って食料支援を行っていると知っている方はいてもそれを国連 WFP がやっていると知ってていいいいるるとと知方は多くないと思います。飢餓は貧困自然災害紛争気候変動男女格差などさまざまな問題が複雑に絡み合って発生しています。 そして現在食糧不安を抱える人たちは世界で約6億9000万人います。特に紛争が一番の原因で60%の食糧不足に苦しむ人々は紛争地帯に住んでいると言われています。また日本でも見られるように気候変動は台風、洪水、干ばつなどの自然災害を引き起こし 農業・家畜の生産量に打撃を与えています。今年は世界的にも洪水が多く、道が水没して通れなくなり、通常のトラックなどでの輸送が困難になる場合が多くありました。そんな時でも国連 WFP は食料配布を決して諦めず、先ほどご覧いただいた飛行機から食料を落とすエアドロップや、 水の中も陸上も走ることができる水陸療養者などを駆使して食料配布を継続していますしかし途上国ではこのような自然災害が発生すると一気にに食料不安に陥ります十分な制度や社会保障がないため自然災害などがきっかけで住居や収入を失った際に対応できない場合が多いのです。 特に今年の新型コロナウイルスの感染拡大で世界中で急性の食料不安に陥った人は以前より8割以上増えて2億7000万人となります。これは日本の人口の約2倍以上です。まさに世界はキガパンデミックの瀬戸際にあります。私は皆さんからの質問で 新型コロナウイルスがどのように飢餓とつながるのかとよく聞かれます。日本では想像しにくいかもしれませんが経済が停滞することで失業や収入の減少が起こり出稼ぎに出ている家族などからの仕送りも減ります。またインフォーマル経済に依存している人々難民、女性や子供など すでに脆弱な立場で苦しんでいる人々の生活をさらに逼迫させます。特にこのような人々は食費が支出の大部分を占めるため収入の減少が食べるものの減少に直結してしまいます。つまりこのような脆弱な立場の方々はコロナウイルスのような一つの打撃で一気に食料不良に陥ってしまい抜け出せない傾向にあるのです。 このような危機的状況を踏まえ国連 WFP は史上最大の1億3800万人へのの支援の実施をいいち早く決定し、し活動しています。国連 WFP の事務局長は「ワクチンができるまでは最善のワクチンは食べ物だ」と述べているように「国連 WFP はいついかなる時でも何としてでも食料支援を滞らせないよう 活動を継続していきますこのような飢餓問題を解決するために国連 WFP はどんな活動をしているかですが災害時などで命を救うための緊急支援とその後の自立支援を促す開発支援の両輪で飢餓問題解決を目指しています国連 WFP は緊急食糧支援を行う組織として作られた団体です よって緊急支援を最も得意としています。自然災害や紛争などの緊急事態発生より48時間以内に最初の支援を届けます。例えば今年起きたレバノン爆破の時でもレバノンは食料の約85%を輸入に頼っている国であったために国連 WFP はすぐにレバノンに小麦などの食料を送りました。 これにより現地の食料価格の高騰を抑えることに貢献しました。また国連 WFP の強みである物流、緊急情報通信、栄養の専門性を駆使しながら迅速で効果的な支援に努めています。現在緊急支援を実施している国々はイエメン、シリア、南スーダンなどが挙げられます。 次に、緊急事態のの段階からら、抜け出ししたら事実をたを促すす。めの支援へ移行します労働やトレーニングの対価として配布する食料支援学校給食支援乳幼児妊産婦への栄養支援生計向上支援政府の能力構築などさまざまな形で食料安全保障の確保に努めます。 特に政府やコミュニティが自立することを目指し小規模農家や女性などの脆弱な人々へのスキル向上雇用や収入へのアクセスを促進したりまた政府が人々の食料安全保障を確保できるよう社会保障の強化などを支援していますそしてゆくゆくはそれぞれの国々が国連 WFP の支援から卒業していくことを目標としています ここまで国連 WHP の活動をご紹介しましたが、このような国連 WHP の活動は、平和を実現するための第一歩だと信じています。紛争があるところには飢餓があり、そして飢餓があるところではしばしば対立があります。食料安全保障と平和や安定は切っても切り離せないもので、紛争や武力衝突を終わらせない限り、 飢餓のない世界の達成はありえません先ほど申し上げましたとおり飢餓の一番大きな要因は紛争です世界で慢性的な食糧不安に苦しむ約7億人の約60%の人々が紛争で影響を受けた国や地域にいますそのため国連 WFP は少しでも多くの人の命を救うため どのような過酷な場所でも食料を届けるよう努めています。国連 WFP が食料を届ける場所は、道が整備されているような場所だけではありません。川に道を阻まれ、山を越え、曲がりくねり、泥道を進んで、ようやく食料支援の現場に到着するような場合もあります。そのため、国連 WFP は以前から食料を届けるためには、ゾウ、ロバ、 馬などのの動物も食用の運搬に活用してきましたまた先ほども紹介しましたが洪水で被害に遭った地域では水陸療養車両を使い孤立したコミュニティーへはまた今回の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのような危機で民間航空サービスが停滞した場合 国連 WFP は培ってきた物流ネットワークを人道支援のために駆使し必要不可欠な医療用品や人道支援物資を輸送し人道支援の現場で働く人々の移動手段の確保や医療救助など必要不可欠なサービスを提供しています私は以前エボラ出血熱が大流行した時に 西アフリカにあるシエラレオネで副代表を務めていましたこの頃のエボラ出血熱による致死率は90%近くと非常に高くまた新型コロナウイルスと違ってかかったら必ず発症する恐ろしい感染症でしたウイルスという目に見えぬ敵に対して人々がパニックに陥り国が瞬く間に崩壊していきました 日本政府からは退避勧告が出ましたが私には撤退という言葉はありえませんでした私は国連 WFP 副代表支援事業責任者として政府から特別許可証をもらってエボラの感染者が多いため隔離された地域の村への支援を継続しましたというのもその村の人たちに食料支援をしていないと 食料を求めて村の外に出てしまい、感染が拡大してしまうのです。この時、隔離された村への支援を受け取った女性から、私たちは取り残されていると思っていた、来てくれてありがとうと声をかけられたことが、今でも忘れられないです。体力的にも精神的にも厳しい状況ではありましたが、感染が収まるまで現地に駐在し、 誰も取り残さないという国連職員としての使命を再認識しました。この経験は、やはり食料というものが人間には最も重要なものの一つで、食料があれば困難を乗り切っていけるということを教えてくれました。そして国連 WFP は、いついかなる時も支援を絶やさない、絶やしてはいけないと再認識しました。食料支援は命に直結し、 人々に明日への希望をもたらしますこうしたことが組織の経験としても生かされているからこそ今回ののコロナ禍でも国連 WFP は活動を継続していいるのだと思いますここまで私の経験を交えつつ世界での国連 WFP の活動について話してきましたがここからは日本がどのように我々の活動を支援してくれているかについてお話ししたいと思います。 まずは国連 w f p にとって大切なパートナーである日本政府からの支援です。日本は長年にわたり我々の活動を支えてくれており毎年政策協議などを通して緊密に連携しています。特に命を救う緊急人道支援から紛争再発の予防や自立を促す開発支援までの切れ目のない支援のアプローチを強く支持してくれている重要なドナー国です。 日本政府の支援は40カ国以上での支援を可能とし学校給食が一日の唯一の食事である子どもたち紛争や災害で被害を受けた人々へのライフラインとなる食料支援また紛争再発を防ぐための自立支援など日本政府の支援は現地の人々の生活を支えるための大きな役割を果たしています。 イエメン、イラク、アフガニスタン、南スーダン、シリアなどの紛争下における緊急人道支援、バングラディッシュやミャンマーなどの難民支援、開発支援、カンボジアや太平洋諸国の災害対策の強化、マリやチャドなどへの日本米を活用した支援など、国連 w f p と日本政府は幅広く連携しています。例えばモザンビークでは自然災害や 国内の武装勢力などによる町への襲撃などによって、治安の悪化が著しいです。そのため、国内避難民が40万人を超え、食料・栄養不足に苦しんでおります。そのモザンビークで、日本政府と国連 WFP は、国内避難民などへの緊急食料支援から、子どもたちへの学校給食、 日本企業のテクノロジーを活用した小規模農家支援などの開発支援まで包括的に連携していますこのような企業を巻き込んだ連携は国連 WFP の活動のみではなく日本の経済にも貢献すると言えます。また国連 WFP にとって民間からの寄付金や企業の専門技術による支援は非常に重要です。日本においては、 1996年に横浜の港未来に日本事務所を開所したご縁から後1999年には民間連携の窓口である国連 WFP 協会を同じく横浜にて設立しましたここ横浜から20年以上にわたって食品企業をはじめとする多くの企業団体また個人の皆様との支援の輪を広げておりますさらに今後は 国連 WFP として企業の持つ知見を生かした形での技術連携も強く求めています。民間企業の持つ深い知見と革新的な技術は世界80カ国で行う国連 WFP の食料支援を効果的・効率的に行うために必要不可欠であり手を携えることで共に飢がゼロへの活動を加速させることができます。日本企業が持つ技術力は 人道支援においても、さまざまな側面において活用できる場があるので、国連 WFP として、ますますの連携を進めていきたいと考えています。国連 WFP は、今後も何があろうとも、いついかなる時も支援を止めない期間であり続けます。しかし、十分な資金も支援に必要なアクセスもないときに、私たちは、どの子が食べて、 どの子が食べないか、どの子が生きて、どの子が死ぬかを決めなければなりません国連 WFP に誰が生きて、誰が死ぬかを選べとは言わないでください WFP の事務局長は、ノーベル平和賞の受賞は行動への呼びかけであり支援を必要としているすべての人々に食料を行き渡らせましょうと訴えています そして国際社会の平和と安定なくして日本の安全と繁栄はありえませんグローバル化が進む中世界がどうなるかは他人事ではありません新型コロナウイルスが国を越えて世界中に混乱をもたらしたように他の国の問題は日本とは切っても切り離せません新型コロナの大流行は私たちに 他のの苦しみへの共感を教えてくれたと思います。新型コロナが突きつけた痛みを共有することで私たちは最終的に団結し飢餓のない世界を構築できるのではないでしょうかそして日本が世界から取り残される前にグローバルな視野で物事を見て国際協力を自分事と,として捉える流れが高まれば嬉しいです。 日本からも多くの人が WFP で職員として働いていますが飢がゼロへの戦いにはあらゆる形での参加が可能です。WFP と一緒に働くこと国内でのボランティアをすることチャリティー活動に参加すること支援事業への寄付をいただくことそして何よりまずこの講演を聞いて飢餓問題について知っていただくことです。 現在保護主義や一国主義が台頭してはいます。しかし国際的連帯や多国間協調の機運を高めていくために今後積極的平和主義を推進する日本がますますリーダーシップを発揮することを願っておりまた発揮できると信じております。今回の機会に少しでも多くの日本の皆様が飢餓の問題に触れ 関心が高まることを願っています。この講演を聞いておられる皆様の中には将来国際協力の分野で活躍したいと考えている人もいると思います。国際機関で働くことの魅力は国際的な課題解決に携わることができることだと思います。特に国連 WFP は現場に近い機関なので 食料配給を受け取る人々の様子を見ると日々の達成感にもつながりまた我々の仕事の積み重ねが少しでも気が撲滅につながればと思っていますさらに異なる文化を背景に持つ人たち高い意識を持った人たちと共に仕事をすることで自分自身の成長が実感できることも大きな喜びです世界を舞台に 創造性豊かな仕事をしたいと考えている方国際協力に携わりたい方など少しでも多くの方にぜひ目指してほしいです最後になりましたが神奈川県民また横浜市民の皆様に改めて感謝の意を表しますノーベル平和賞は国連 WFP が受賞したとはいえこれは横浜市民をはじめとする 日本のの皆様の平和賞でもあります。国連 WHP へ資金をいただいている国の納税者である皆様から毎年1億人の受益者の人々まで全ての人が国連 WHP の活動に貢献しています特に横浜市の皆様には国連 WHP のオフィスが横浜にあるということでさまざまな国内での募金活動 啓発活動へのご参加を通じてご協力いただいております。中でも2005年から続いているチャリティーウォークウォーク・ザ・ワールドは年を追うごとに多くの皆様にご参加いただき学校給食事業へのご支援をいただいてきました。心より感謝申し上げます。 今後もより一層国連 WHP へのご支援、ご協力をお願いいたします。